皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。しょっぱなからこれいいと思いませんか。私もあのこれのねガチャがね以前販売されてたらしいんですよ。欲しかったなーっていつも見るたびに思います。もうこのフォルムがねあのいかついと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、あの光学式プラネタリウムが好きな方にとってはもう心ときめくね造形ですね。はい、入り口にはですねこんな風にね綺麗な絵も飾られておりまして、記念撮影スポットなんかもあったりします。今日は明石市立、天文科学館のねプラネタリウムのお話の続きやっていこうかなと思います。ちょっとだけ iPad が整理できたので、はい、iPad に残ってるデータからやっていこうと思うんですね。実はもう一つの方のプラネタリウムも、レポートアップの途中なんですけども、あちらは途中から iPad がいっぱいになっちゃってるので携帯で撮ってるのでちょっと抱き合わせをしなきゃいけないので、まあパソコンもしくは、まあデータを iPad に転送してって形になるのでちょっと先になるかなと思います。光学式プラネタリウムのね今一覧表が見えましたけども、こう歴史をたどっていくとあのそれぞれのルーツっていうのがあるんですよね。それを見ていくと面白いなぁなんて思ったりします。こちらのね明石市立天文科学館の館長さんでもある井上先生がね、あの星空を作る機械っていう本をプラネタリウムの100周年に合わせてあの、はい、出版されたんですけども、これがとってもいい本でございまして、私まずプラネタリウム関係の本って実は一冊も多分持ってないはず、なんと恐ろしいことに、はい大体の星空に関する本っていうのはあの大した本を読んでいないんですけども、あの図書館でパラパラめくる程度で、はい、今まで買おうと思ったことなかったんですけども、これはあの買ってよかったなと思っている一冊です。読み終わったんですけども、あのやっぱり何度も繰り返し読んでしまいます。で綺麗な状態をキープしたいなと思って折り目をつけないように読んでいたりとかするので、本当にこいつ読んでるのかって感じなんですけども、結構読んでます。で実は火曜日ねレッスンに行ってる時もあの濡れたら嫌なので表紙は帯とか表紙とかを全部取って袋に入れて持って行ってレッスンまでの合間とかに読んでいたりなんかいたしました。なんせやっぱり私まだまだ知識が足りないので、はい、あのいろいろと勉強不足だなって思うことがたくさんあります。どうしてなんか星空のその星の輝きがこうもプラネタリウムにとってで一つ一つね違うのかなっていうことに気づいたのも最近なので、そこからあいろんなことが分かってきて、まあ光学式っていうのはこんなに素晴らしいんだなっていうことを改めて思います。その中でいろんな、はい、それぞれの派閥じゃないあのそれぞれに熱い思いを持って開発されたグループと言っていいんでしょうか、ルーツというか、なんていうんですかね、はい、いろいろなんとか式なんとか式ってあるんですね、はい、でそれで、私はまあコニカミノルタさんとこ の, あの MS8 ちゃんにずっと育てられてきた子なんですけども、まあ彼がって言っていいのかな、 MS8 ちゃんがこう北部地震で被災するまでは、その光学式の、まあ、言ったらプラネタリウムの光っていうのが当たり前だと思ってたんですよね。で、それがそうではなかったということに気づいて、で、まあ、いろんなところからこうあいろいろ知りたいなと思ったのがきっかけなんですけど、こちらの科学館ではプラネタリウムのルーツですね、もともとあの時計職人さんが携わってたこととかもあったりなんかして、たくさんの時計が集められています。まあ、まさに科学館っていう名の通りなんですけれども、でも全部が一つにつながってるんですよね。さすが四五線上にあるだけあるなと思います。ということで今日はね時計のところまでで終わっちゃったけど、また明日。それでは皆様またね。